はい、皆さんこんにちは。今日もグランドエンプライズでやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちらに家まで建てましたので、その続きをやっていきましょう。ということで、まず次ですね、こちらバスケットを作るというのと、あと川用のボートとかですね、を作っていかないといけないということで、まずバスケットから作っていきましょうか。これはこれですね、板が25個ということで、こちら集めていきましょう。木の方を切っていかないといけませんので、とりあえず木をゲットすると。25個なので、あれ、これ切れないな。25個なので、そこまで大変じゃないですね。丸太6本かな？で、使えば OK と。よいしょ。さあ、4個。もう1個かな？こんなもんで作れますかね。よいしょと。さあ、これでどう？もう1個か。もう一個あれば、これで、あ、しまった。よいしょ。さあ、これで作れますので、バスケット作っていきましょう。これ、宝箱というか、なので、まあ、荷物入れるのには、これ便利ですね。よいしょ。あれ、箱みたいな感じだったけど、これ本当になんか突っ込むだけみたいな感じになってしまいましたね。で、いらない骨とか突っ込んでおきましょうか。さあ、これで続いては水の皮袋ですね。ああ、これ、あれか、恐竜の皮とか取ってこないといけない感じですね。石の斧で恐竜を倒し、恐竜の生皮を手に入れましょうということですね。ということで、ちっちゃい恐竜探して倒してこないといけませんね。現在は何時代だ？おお、原始時代かな？ということで、恐竜時代に向かいましょう。さあ、恐竜時代に来ましたね。相棒が待っててくれました。よいしょと。さあ、とりあえず、こっからですね、この仲間の恐竜とともに、少し恐竜を飼っていきたいと思います。あ、やばいね。恐竜死にそうになってるかな。よいしょと。とりあえず降りる。そして、もう一匹恐竜がいたので、そいつを仲間にしたい。9番、肉に変えて、この肉、あ、やばいな。ティラノレックスみたいなのいるな。よいしょと。肉、食え。よいしょ。足らない。よいしょ。さあ、仲間にこいつもしましょう。さあ、もう一匹と。よし、これで2匹ですね。仲間になりましたので、連れていこう。さあ、ついてこいという命令が与えれますので、どこだ？フォローか。これですね。よいしょ。さすがにこいつは無理かな。ちょっと強そうですもんね。フォローということで、2匹ついてこさせましょう。よいしょ。あ、こいついいんじゃないかな。さあ、こいつをもう倒していこう。3番で槍にします。2人いますね。一緒に戦ってもらいましょう。ほら。よし。さあ、これで簡単に倒せますね。そしたら、この倒したやつを、ちょっとどいてどいて。斧で、あっと。そうすると、皮が取れますので、これを30枚まで頑張って集めていきましょう。さあ、なんということでしょう。ちょっと、目を離した隙にですね、仲間の2人がですね、ティラノサウルス倒してくれてましたね。よいしょ。これで皮を取っていく。これじゃない。いや、これか。皮の方が、あ、かなりの量取れるな。ティラノサウルスから10個取れましたね。やるじゃん、これ。2匹いれば、普通に倒せるんですね。よし、お肉をあげましょう。よしよしよし。あ、そうか。2人いれば倒せるのか。これはいい感じですね。よし、他にも恐竜見つけて、どんどん倒していきましょう。仲間の恐竜は全部やられてしまいましたが、皮の方は33枚集まりましたので、一度戻ってですね、次のもの行きましょう。石のテーブルで皮袋を3つ作り、装備して水を入れるというのと、あとボートですね。こちらを作らないといけませんので、ボートを作っていきます。まずは、あ、投げちゃった。時代を戻らないといけませんので、原始時代の方に戻りましょう。さあ、ということで、戻ってきましたね。これで、なんだっけ。石のテーブルでしたっけね。石のテーブルちょっと置いてきてしまったので、別の場所にあるんですよね。ということで、ちょっと石を取ってこないとまずはダメだな。
もう一個石のテーブル作りましょう。ピッケルあるのでそこまで石集めるのは大変ではないと思います。お、なんか飛んでいった？なんか、すごい ぶん飛ばされていきましたよね。よいしょと。さあ、これ何個必要だ？石のテーブルは8個なのでこれで OK ですね。よいしょと。さあ、自分のこの家の下みたいなところで作りましょうかね。よいしょ。で、ここの、どうしよう。横に置いとくか。さあ、これでぶったたいて、OK。で、革のこれですね。これを3つ作ると。1、2、3と。よし、これで OK ですね。で、持ち物をちょっと入れ替えしていかないといけないな。肉とかは今のところいらない。木材とかもいいですね。ちょっと何回か死んでしまったので、持ち物がバラバラですが、まあ、こんなもんでいいでしょう。あ、ベリーだけちょっと置いとかないといけないな。ベリーないと食べ物なくて困ります。さあ、これを3つ作る。1個、2個、3個と。よし、これで OK ですね。よし、続いてはボート作って塩を取ってこないといけないので、ボート作りましょう。ボートを作るにはどこだ？ボート。見えないな。川の、あ、これですね。板を40枚ですので、こちら貯めていきます。では、板が揃いましたので、船を作っていきましょう。どっちだろうな。こっちに向けてで構わないかな。川用ボートを作ると。よいしょ。おー、一発でできましたね。さあ、これに乗って、あとは海に向かってひたすら、漕いでいくだけですね。意外と速度が出た気がしますが、海までの道がかなり長かった気がしますね。ひたすらこのように川を進んでいくだけとなります。さあ、海まではもうちょっとあるんですが、海の近くにあるとこの白いやつですね。こちらの方が塩となりますので、これを最低でも50個集めるということになります。これぶったたいていて、どんどん塩を取っていけば問題はないですね。1個で2ずつなので、結構いっぱい砕かないといけませんが、まあそこら中に落ちてるので、まあ、集めるのがそこまで大変じゃなかったような気がします。よいしょと。なんかもう塩というより銀色のなんか、銀の鉱石に見えてきましたね。あ、もう海来ましたね。そして、OK。塩何個だ、今。今で塩が26。あと、もうちょっとですね。気をつけないといけないのが、ここ、ワニとかがいたような気がしますので、死ぬともう一回ボート作ったりして、いろいろ大変になります。石も取っていけばいいか。これ、石取れるね。よいしょ。さあ、あとなんか今いたんだけどな。ワニいますね。奥にワニがいるので、ここは気をつけていきましょう。他の場所から塩を取っていく。よし。50個あればかなりの量なので、全部作るのにも足りたと思いますが、まあ心配ならもう少し多めに持っていっても構いませんね。こちらの方、塩の方が52個溜まりましたので、こちら戻ってですね、皮の塩漬けですね。次、塩漬けを作りたいと思います。その次にこちらの皮を干して、皮を作るという感じになりますので、一旦拠点の方に帰りましょう。さあ、拠点に戻ってきましたので、皮を保管するやつですね。乾燥ラック。こちらの方が板が25枚ということなので、もうちょっと4回かな。4回作らないといけませんので、よいしょ。あ、これで3で、あと1回ですね。よいしょと。よし、これで作れる皮を干していきましょう。ここで OK。これは何？ツルハシか。ツルハシで叩いていきます。よし、そして、塩のテーブル、あれはなんだ？塩漬けは石のテーブルかな？こちらで、どれだ？あ、これですね。こちらの方を作っていくと。何個か忘れましたが、まあ、水も汲まないといけないのか。6番。よいしょ。さあ、3つずつしか作れませんので、しっかりと作っていきます。何個あとかはある？あとは1枚。ちょっと預けてあったので、これを1回もらっ
で、もう一個作りましょうか。こちらの方を作ると。あ、水がなくなった。水がありませんでしたね。よいしょと。これ何枚必要だったんだっけな。と覚えてませんが、革のとりあえず、装備を作るのに必要ですので、装備しっかりと作っていきましょう。さあ、これで OK。7枚今のところ作れてますね。塩の方はまあ、いっぱいあるので問題はないです。よいしょ。さあ、どうだ ?1 枚ができてる。2枚目ですね。次は何だろう?次は、こちら、革の鎧か。革の鎧、鉄鉱石、そして鉄のインゴットですね。今日はそれぐらいまでは行きたいと思います。まず、革の鎧を作る。革の鎧は1枚、あ、2枚か。2枚と繊維ですね。これで OK。さあ、これを装備していきましょう。他のやつは2枚、2枚。あ、全部2枚か。7枚では足りないので、あと1枚作らないとダメですね。もういいや、これ全部持っていこう。そして水。よいしょと。塩の方はバッチリあるので、これあと3枚作りましょうか。さあ、2枚、3枚と。よし、OK。で、あとは皮を干していかないといけないですね。さあ、5枚ありますので、あ、ちょっと多く作りすぎたかな。まあいいや。あ、繊維が足りない。繊維が足りないぞ。繊維が足りない。これで靴、頭ですね。あとはズボンさえ作ればいいので、革が出来上がれば。よし。さあ、これで OK。頭を作ろう。これで革装備に前進できましたね。あれ?これなんだ?頭は作った?ズボンか。ズボンが作ってないんですね。ズボンと。よし、これで OK ですね。よし、革装備に全部なりました。ちょっといらないものは荷物置いていきましょう。革、繊維、そして革、塩も置いていくか。で、こんなもんですね。危ない危ない。食べ物がなくなってますので、食べ物をゲットしていくと。続いて、鉄ですね。鉄を作っていかないといけないんだ。よいしょ。水があると。いうことで、山の方に行くと、鉄のこの鉱石がありますので、これを取りに行きたいと思います。山はどこだ?近くにあるかな?しばらく登っていけばあると思いますので、山の方を適当に走っていきましょう。さあ、こちらが山のところの、これ、鉄鉱石ですね。よいしょ。さあ、これを取っていくと。これは、これもか。これも鉄鉱石ですね。何個取るって書いてあったかな?ああ、16個ですね。とりあえず16個取っていきましょう。山の中に結構あるので、16個ぐらい簡単に取れると思います。鉄どうだったっけな?あんまり使わないんだったっけな?鉄がいっぱい使うようであれば、まあ、多めに取っといても問題はなかったと思いますね。今で16個ぐらいいったかな ?18 個ありますが、もう少しちょっと取っていきましょうか。念のためですね。また来るの面倒ですからね。少し多めに取っていきます。よいしょ。これ、おぉ、なんかすごいぶっ飛んでってるな。めちゃくちゃぶっ飛んでる。やばい、自分もぶっ飛んだ。よいしょっと。これで OK。他はどこだ?そこにもありますね。まあ本当に山っていう感じじゃない場所もありますので、下の方でも見つけていけば。いっぱいあります。よいしょ、これは普通の石。あれもか。これもですね、おそらく鉄鉱石なんで、まあこんなもんでいいでしょう。さあ、そしたらですね、タイムマシーン使って原始時代。まあ原始時代にいるんですが、原始時代を押せばすぐに拠点の方に戻れますので、戻っていきます。さあ、続いては、鉄のインゴット作らないといけないんですよね。ということで、炉の方を作りましょう。恐竜の皮が4つ。そして、板が30個。石が30個。ということで、少しこちら集めてきましょうか。さあ、これで炉の方が建てれますので、炉の方を建てていきましょう。室内に建てていこうかな。こちら、湖が見えるような形で建てていきましょう。つるはしでぶったたいていくと。10% ずつ上がっ
ていますね。よいしょ。さあ、そしたら丸太を入れて、鉄の鉱石ですね。そしてこれを回すと。これでできたのかな？さあ、しばらくすればこれが溶けてできたはずですが、丸太がそこまでいっぱいないので、今のうちにちょっと出来上がるまでに丸太を取ってきましょうかね。よいしょ。鉄のインゴットは何個作るんだろう？こちらの方で見ていくと、あ、特に何もないな。何個作れとかはないんですね。よいしょと。こんだけ丸太あれば十分かな。荷物の方も結構いっぱいになってきてしまいましたので、これでいいとしましょう。よし。さあ、これで、あとは水入りの皮袋で水をかけるとインゴットの出来上がりですね。さあ、これを繰り返していって、インゴットの方をどんどん作っていきましょう。続いてですね、金床ですね。これを作れと。おお、飛んでしまった。どこだ？これですね。岩の塊が6に、鉄のインゴットが、2個なので、もうちょっと岩が必要か。鉄のインゴットはこれで出来上がりましたね。よし、岩を取ってきましょう。さあ、ではですね、こちらの方、インゴット、集まりましたので、作っていきましょうか。石取ってきましたので大丈夫ですね。水一応汲んでおきましょう。そしたらこちらを作って、で、鉄の道具を作っていかないといけないんだよね。どこがいいかな？綺麗に置けない。よいしょ。ツルハシでぶったたくと。さあ、これで10%ずつですね、上がってますね。よいしょ、制作。なんか作らないといけないものとか決まってた？あ、3つですね。3つ作らないといけないということで、インゴットが、あ、これ4つか。2、6、10、10個とりあえず作らないといけないのか。そういう感じなんですね。ということで、インゴットを今は一生懸命作っていきましょうか。インゴットの方が10個できましたね。先ほどこちらの鉄鉱石そんなにいらないんじゃないかという話をしたんですが、結局ですね、4つを使って1つのインゴットできるので、合計48個は最低必要みたいでした。ということで、自分は途中で取りに行くことになりましたので、まだ取ってない方はぜひ48個以上は持って帰った方が楽ちんですね。では、ツルハシ作っていきましょう。まずこちらですね。ツルハシを作ると。よいしょ。これで、新しいツルハシになりましたね。続いて、斧ですね。よいしょ。これ、鉄の斧になってるのかな？自動的にアップグレードとかではなかったか？これ、石のツルハシのまんまだから、あれか、まだですね。できてませんね。そして、鉄の槍と。よいしょと。さあ、これで OK。ああ、後ろの方に入ってますね、インベントリー。よいしょ。さあ、これで OK。ちょっと荷物の整理しましょう。まずこちらですね。石の斧、石のツルハシ、石の槍は置いていくと。代わりに鉄類に全部変えていきましょう。やばいな。なんかマンモスとかいるな。よし、これで OK と。そしたら続いてですね、まだ骨を見つけてない場合は、原始人のキャンプが画面上にマークされているので参照しましょうと。鉄の金床でタイムマシンをアップグレードし、先に進みましょうということで、骨何個必要なんだこれは。骨4つか。そしてさらに、鉄の塊が2つ必要ですので、まあ、鉄のインゴットですね。こちら取りましょう。骨は最初の原始人で2つしか、取れてません。あ、びっくりマークあるからあっちですね。ということで、鉄を作りながら、もっと、あれか、鉄のインゴット必要なので、さらに取ってこないといけなかったんですね。作りながらタイムマシンの方をパワーアップしていきましょうか。記された場所に行ったんですけど、原始人がいなくてかなり探すのに手こずりましたが、まあ原始人の方他にもいましたね。なんとか骨集めましたので、こちら鉄のタイムマシンを作っていきましょう。さあ、ツルハシで作りなさいよということですので、ツルハシでぶったたいていくと。これで約 8% ずつかな、上がってますね。よいしょ。さあ、これで完成と。いうことですね。で、7番で行ける場所がエジプト時代ってなってるんですが、確かこれは最初の方は大丈夫なのかな？
その次かなんか砂漠に飛ばされた時はかなり危険ですので、気をつけなければいけませんね。はい、ということで今日はこれぐらいで終わってですね、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。次回はエジプト時代から始まります。